こんにちは、霊夢です。こんにちは、マリサです。ゆっくりしていってね。この動画では品質管理検定試験、QC 検定試験の品質管理について説明します。最後まで見てね。1、品質管理とは。品質管理とは何ですか？品質管理とは、品質を管理すること。そのままやね。製品やサービスの品質とは、通常、その製品やサービスが使用目的を満たしている程度、と定義されています。満たしている程度ね。つまり、顧客に提供する品物やサービスが顧客の要求する品質、クオリティ、価格、コスト、納期、デリバリーになるようにすること、品物やサービスなどを各職場や部署で、他社より安く早く効率よく提供できるようにするために、固有技術だけではなく統計を利用した管理技術を全社的に行うことです。なんとなくわかりました。2、品質管理の範囲。品質管理という場合、2つの意味があります。2つの意味？競技の品質管理と、講義の品質管理です。ふーん。競技の品質管理とは、製品を顧客に提供することにフォーカスした品質管理を指し、主に、製品の製造に関係する、製造部や品質管理、生産技術、購買部などが、中心となり行う品質管理活動です。競技の品質管理は製品に対して行われる活動のことかな。よくわかりましたね。講義の品質管理とは、顧客や社会の要求する品質を満たし、ニーズに合う製品やサービスを作り提供するための品質管理活動です。ISO 9000や TQM 総合的品質管理 TQC 全社的品質管理は講義の品質管理活動です。そうか。講義の品質管理はプロセスも含むのね。よくわかりましたね。3、品質管理の対象。品質管理の対象は、品物またはサービスだけではなく、そのプロセスも含まれます。つまり、通常、品質管理は講義の品質管理の意味となり組織全体で品質管理を行います。そうか。品質管理は製品だけではなく、プロセスも含まれる。4、品質管理を実施する部署。品質管理を効果的に進めるために、製造だけではなく、組織全体で行います。品質管理は製造だけではないんだ。市場調査、研究、製品の企画、開発、設計、生産準備、購買、外注、製造、検査、出荷、販売、およびアフターサービス、財務、経理、人事、総務などの組織の全部門で品質管理活動を行います。なるほど、全社的に品質管理活動をするんですね。5、品質の種類。品質には、製品やサービスのプロセスの中で様々なものがあります。品質管理は、組織のそれぞれの部署が、自分たちの部署の、品質を、管理、します。例えばどんなものですか？企画の品質では、企画が顧客のニーズを反映できている程度。設計における品質では、企画の品質が製品に反映できている程度、その製品を設計するために、製品企画や品質企画を決めます。購買品、購入品の品質では、製品を作るための原材料や部品などの購買品の品質があります。購買品の仕様や条件などです。製造工程における品質では、製品が製造される工程で品質を満足する程度、製造条件、不良項目、不良率、などです。検査における品質では、検査工程で使用する品質、検査項目、管理基準、などです。使用品質では、顧客がその商品を使用するときの品質です。機能、や、使用、です。サービスの品質では、アフターサービス、などがあります。会社の中でいろいろな品質管理があるんですね。そう。品質管理活動は、全社的な活動だから、企
格から最後のサービスまで様々な品質管理があります。よくわかりました。仕事の流れが理解できたら、よくわかるようになるよ。試験でも出るから覚え。6. 品質管理の考え方。品質管理の考え方ですが、ここでは用語の意味の説明です。試験で出てくるキーワードになるので、たくさんありますが覚えてくださいね。はい。品質第一、顧客は、提供する製品やサービスが、良くなければ購入しません。組織でも、全員が、品質を第一、とした考え方で、品質管理を推進する必要があります。品質第一覚えました。顧客志向、製品やサービスがお客様に満足していただけるかどうかが非常に重要でお客様のことを第一に考えることが大切です。お客様を最重要視する考え方を、顧客志向、とか、マーケットイン、お客様が第一、などと言います。顧客志向、お客様が第一、品質も第一ですね。あと工程もお客様、顧客志向、を、自分の仕事に当てはめると、自分の仕事の後を引き継いでくれる人が自分の、顧客、になります。次の工程を、後工程、と呼び、後工程、の人に喜んでいただける仕事をすることが重要になります。これが、後工程もお客様、という考え方で、みんなで品質管理をすれば組織の体質改善ができます。後工程もお客様が第一で、後工程もお客様なんだ。プロセス管理、製品の品質だけではなく、その製品の品質が常に良いものが生み出せるように、その、プロセス、過程、仕組み、を管理することが重要です。商品やサービスが悪いということは、その結果を生み出す、プロセス、に、問題があるということです。プロセスを管理する、ということは、設計、部品や原材料、製造工程などのプロセスや仕事のやり方を管理し改善させていくことです。プロセス管理は仕組みの管理のことですね。重点思考、品質管理活動を行う場合、経営資源、人、物、金、は限られており、問題全部に対して改善の対策を打つのは困難です。優先順位、を明確にして、改善の効果の大きいものから、改善活動などを行うことを、重点思考、と言います。後の講義で行う、QC7夏道具、の、パレート図、などを使用して重点思考すべき内容を把握することができます。重点思考は効果の大きなものから手をつけることですね。事実に基づく管理品質管理は、事実、を重視しますので事実情報を入手し、判断して行動します。必ずデータを収集し、QC7夏道具に代表される統計的方法を使用します。事実に基づく管理は統計的手法を使うことですね。管理のサイクル、管理のサイクルは、PDCA のサイクルとも言います。これを繰り返し回すことにより、改善していくことです。PDCA のサイクルは後で講義します。管理のサイクルは PDCA サイクルのことですね。ばらつきの管理、製品やサービスは、ばらつきがあり、ばらつきが大きくなると重大問題が発生する可能性があります。品質管理は、統計的手法を使って、このばらつきを最小限にします。ばらつきの管理をするから同じ結果が出るんですね。変化点管理、プロセスの変化に注目し、問題の発生を予防することを変化点管理と言います。変化点管理はプロセスの変化を見ることですね。見えるか、プロセスの誘導状況や良し悪しなどの状態がすぐに理解できる、見えるようにすることです。見えるかはすぐに理解できる状態にすることですね。全員参加、品質管理は、製造部など特定の部署や組織で行っても大きな効果が出ないこともあります。製品やサービスの品質は、組織全体で、PDCA のサイクルを回すことにより、より大きな効果が生まれます。全員参加は文字通り組織全体で、改善活動をすることですね。たくさんありましたがなんとなくはわかりました。用語は試験でのキーワードになるのでよく覚えてくださいね。試験では選択式なので間違った内容を覚えないようにしてくださいね。
この動画はこれで終わりです。霊夢でした。マリサでした。最後までありがとうございました。引用、参考文献です。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。